世間から蒸発してしまいたいなんて思ったことはございませんか。いや、人間誰しも一度ぐらいはそう思うもんですよね。しかしそれは潜在意識の中にはあってもなかなか実行に移すことはできません。それがまあ人間というもんでしょう。今日これからご覧いただきますお話は、ほんの些細なことから蒸発してしまいたいなと思ってた潜在意識がですね、パッと表面に出てしまったと、そういうお話です。ご期待ください。心臓の弱い方、お一人でご覧になる方は、この恐怖劇場アンバランスはご遠慮ください。急いでも会社に着くのは8時35分。5分遅刻だ。この男は一体何者なのだろう。別に怪しいもんじゃない。諸君らと同じ花のサラリーマンである。この男の名刺にはこう書いてある。サンライズ電機株式会社営業部計算課長犬飼一郎。犬飼君。はあ。こんばん。ちょっと付き合ってくれ。何か食べながら軽く飲もう。は。犬さん、今度こそ絶対に課長になってもらうぞ。あ、考えておきます。犬さんの考えておきますはちっとも考えちゃくれないんだからな。いや、とにかくさっき人事から連絡あってもう決まったことなんだ。会社にしたっていつまでも経産課長のポストを空席にしとくわけにはいかんのだよ。俺だって兼任はそろそろたくさんだ。犬さんの後には柏君が係長に上がったし、全てめでたしめでたしだ。おい、あ、今晩乾杯するぞ。はい、部長、僕もいいですか。おいおい、やっちゃんの店でしょ。おめでとうございます。いや、どうした電車。こっちは1分だって遅れるわけにいかないんだ。早くしろ。前の電車が使えております。お急ぎのところ申し訳ありません。犬さんも知ってるね。課長以上が集まって毎朝8時半からコーヒーミーティングをやってるの。ええ、早朝会議でしょ。オーバーに言えば会社の方針が全てこの会議にかかってると言ってもいいだろうな。は。犬さんも課長になったんだから出勤時間30分繰り上げて会議に出る。いいね。早朝会議は1分の遅刻だって許されない。遅刻した者は理由の遺憾に関わらず厳しく追及される。分かったね。早朝会議は1分の遅刻だって許される。遅刻した者は理由の遺憾に関わらず厳しく追及される。分かったね。恐れ入ります。はいはい、恐れ入ります。はい、ごめんなさい。はい、恐れ入ります。乗車券を拝見します。はいはい、恐れ入ります。はい、乗り越しですね。いいえ、だって半マスチはもう2つも過ぎてますよ。月曜日の早朝会議が君が主役だ。議題そのものが経産課長である君の分野だし、経理の朝比奈部長あたりはうるさいぞ。相当突っ込んだ質問が来るからな。そんな時うろたえないためにもしっかりした処理を作成しておくべきだ。とにかく存分に腕を振るってたな。課長昇進の初舞台を飾ってくれたな。じゃあ。
長。ヤイン君か。おはようございます。校長、早朝会議じゃなかったんですか。いや、ちょっとね。失礼します。そんな時うろたえないためにもしっかりした書類を作成しておくべきだ。遅刻した者は理由のいかんに関わらず厳しく追及される。わかったね。すいませんが、会社に電話していただけませんか。腹が痛いから休むって。電話番号はこれです。係長、今日犬飼課長お休みしますって。お腹が痛いんだそうです。本人からか。いいえ、代理の方から。奥さんじゃないですか。いや、お大事にって。はい。もしもし、それじゃ課長腹が痛いんですって。ああ、おかしいな。さっき階段のところにいたのに。わかりましたって。どうも。あ、手帳忘れてますよ。ごめんごめん。何ですか、相手の方。いくら。100円いただきます。腹が痛いぐらいで休まれてたまるか。こっちは重要会議がすっぽかされたんだぞ。いい3枚目だよ。まったく電話がかかってきた時にだな。なぜ報告書だけでも届けてくれって言わなかったの。申し訳ありません。係長。はい。もう少しバッチリしていかんとよかんな。この通りライバルが周りに占めてるんだ。会議は午後もう一度開いてもらうことにしたから、すぐ犬さんのうちに電話して奥さんにでもその報告書を届けてもらってくれ。はい。いや待て、君が取りに行った方がいいだろう。はあ、そうすれば説明も聞けるし。とにかく電話電話。はい、ただいま。え、主人が腹痛。私への電話では、会社の都合で急に仙台出張するから2、3日帰れないって。じゃあ奥さんのところにも一応連絡はあったんですね。ええ、柏さんから電話の入る10分前ぐらい。はあ。仙台行ったら笹かまぼこを買うようにっていうのを忘れてしまったもんですから、しまったなと思ってたんですよ。そしたら、すると犬飼君は会社の方へは腹痛だと言って休日届けをし、奥さんには出張。本当に出張じゃないんですね。当たり前ですよ。会社のようでもないのに彼が一人勝手に出張するわけがないでしょう。私たちはちゃんと決まった機構の中で動いてるんですよ。八木君。は。君は今朝会ったと言ったね、犬さんに。はい。どうか変わった様子はなかったかね。思い詰めているとか、例えば。そういえばどこかおかしい点があったのか。はあ、ヤギン、はっきり思い出すんだ。あの時、
別に普段と変わった様子はなかったな。犬飼は課長になるのが嫌だ嫌だと言っておりました。バカなことを言うのはやめたまえ。課長になるのが嫌だって？はい専務、それは本当の話です。犬飼課長の場合、係長になった時でさえも渋々。それはジェスチャーというもんだよ。係長、課長、部長、サラリーマンにとって昇進とはいわば勲章だ。その勲章をいかに多く早くつけるか、それがその人間の評価にもなる。勲章を嫌う、そんな人間がいるはずがなかろうじゃないか。はあ、でも主人は課長昇進をひどく嫌がっておりました。おお、奥さん、それはどういうわけですかな。どうって申しますと？出世を嫌うにはそれなりの理由があるはずですからな。理由と申しましても、ほんの些細なことのようでして。お聞かせ願いましょう。わしも30年サラリーマンをやっておりますが、昇進が嫌だという話を聞いたことがない。奥さん、その些細な理由とは何ですか？はい。何ですか？はい。それは、朝の30分、寝坊できないのが残念だと。何何？朝の30分寝坊できないのが残念。そう言いましたな。朝の30分寝坊できんから課長になるのが嫌だ。そういうことですか？はい。奥さん、あんたの旦那は全くたわけたやつだ。情けない男だ。話にもならん。でもあの人はそういう人なんです。課長になってからというもの、どもりがひどくなるばかりで、夜もろくろく眠れない様子でした。30分早い目覚ましが気になると申しまして。あの、警察へ届けて保護をお願いしては。そうですな。いかん、そりゃいかん。警察だなんかにしたら、週刊誌がうるさい。高井君、これは君の部の責任だ。早く報告書を提出したまえ。はい、早速にも手配いたします。うん、じゃあ、これで。結婚して16年、一度だってこんなことはなかったのに。今まではきちんと。
ダブル？ダブルってなんだよ。やだ、すとぼけちゃって。そうだよな、男がこの年になってたら誰だってそんなことぐらい知ってるだろうな。真面目に行こうぜか。テールの上をゴットン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 、脱線しちゃった。サービスしちゃおっと。レールの上をゴットン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 、脱線しちゃったよそんなもん。いらっしゃいよ、洗ってあげる。私ね、お金をうんと貯めて田舎の父ちゃんガム島へ連れてってやるんだ。ダラ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 。再び乾杯。おめでとうございます。終わったな、今夜まだ辞令ももらってないのに乾杯乾杯だ。何言ってんですか、さっきの店で高井部長も言ってたでしょ。うん、いつまでも個人のわがままが通るわけはない。今度こそ何が何でも課長になってもらうぞ。なあ、本当本当。あ、高井部長、本当にあのままアトラスのやっちゃんと詰まりその何か。あたりきしゃりき、結構毛だらけ、猫吐いだらけですよ。あの二人はね、当然ボーイングツーザホテル。ひえな、それが一つ橋でないよ。おいえーすえーす、アイエムエリートコースエリインドコース。いやダメだ、ヤギさん好きやね。いや、持ち込んでもう。本当ね、ぶっきりママ。いや、いや、ねえ。なあ。ねえ、私のアパートに電話してちょうだい。必ずよ。三六二の三六四五歌子森。いい？お気に入りさん、ビールおかわりね。あら。いや、
いつか八木さんや柏さんといらしたでしょ。犬飼さん覚えててくれたの。もうそりゃあ、あの二人よく来るの。まあちょくちょくね。ちょっと失礼。来たかさっと。そうか、この店はあいつらのたまりだったんだな。あら、もう帰っちゃうの。うん、ちょっと柏君たちと会いたくないもんでね。仕事のことでいざこざが。そんなら大丈夫。多分もう今夜は来ないわよ。さっきまで行って帰ったばかりなの。水割りにしようかな。あんたも少し何か飲んだ。ありがとう。ちょっと向こうで営業してくるわね。ねえ、ゆっくりしてってよ。後で一緒に何か食べに行きたいから。遅刻したら誰だって怒るわよ。いや、だから。だから怒られるのが嫌で会社休んじゃったの。うん、バカみたい。それじゃまだ小学生じゃない。わかるけどね、その気持ち。あ、ニンニクちょうだい。はい。ニンニク嫌い。うん、いや。スタミナつけるにあれが一番だよね。二人で臭ければキスしててどってことないもんね。うちの女房は嫌いでね、臭いと一晩中嫌われた。お上品なのよ、臭。あ、ねえ、カルビとさん追加。はい。あんたって静かな人ね。え、そうかな。うん、生まれたまんま、そんな感じ。さあ、一杯飲もう。あ、私もさ、人が良すぎるなんて時々みんなに言われちゃうんだけどさ、うん、さっきの秋田音頭もう一遍やってよ。うん、来たっさ、どんどんどんと。そうじゃないのよ、いい。来たかさっさ、どんどん、あ、どこいなっこいよ。この歌は君は歌うためにあるみたいだな。嬉しいこと言うじゃない。よし、ほや、私覚えちゃうよ。じゃんじゃん行こう。ん、秋田名物初盛り旗あった、おがでおがぶりこ、うん、はいはい、のしどしゅんけい、ひやまなと、おうだてまげわっぱ、やー、きたかさっさ、どんどん、あ、どん、こいなった。じゃあこれで。あんた、泊まってってもいいのよ。私は構わない。冗談じゃないよ。あ、もしもし、柏です。一体どうしたんですか。昨日から大騒ぎですよ。大騒ぎ。当たり前ですよ。大事な会議すっぽかしちゃったんですからね。高井部長には怒鳴られっぱなしで飛んだ際なんですよ。とにかくですね、報告書をください。報告書。そうです、会議用の報告書です。あれがないとまた部長に怒鳴られます。課長、じゃあせめてどこにいるか教えてください。僕が受け取りに行きますから。
いや、ありがとう。間違いなく犬飼課長のもんだよ。これが何かの手がかりになって分かればいいんですかね、課長のところは。まあとにかくお茶でも飲んで考えよう。はあ、早く課長を見つけないと報告書報告書ってうるさいですからね、高井部長。探したけどいなかったって言えばいいじゃないか。俺たちはデカじゃねえんだ。まったく狂ってますよ、部長も。高井部長にすれば重役コースに乗るかそれかの大事な時だ。ちょっとのミスも命取りになるからな。それでしゃかり気になってるんですね。重役になってみろ。定年はないし御の字だからな。失神になるさ。なるほど。しかし柏さんも大事な時ですね。何が？だってこのまま犬飼課長が失踪してくれれば課長に。バカなこと言うのよそれ。すいません。自分で不思議に思うよ。突然若さが戻ってきたみたいで。変わってるわね、あんたも。せっかく課長になったっていうのに。だって出世しようと目の色変えるのがサラリーマンなんでしょ。僕には関係ないよ。課長になって毎朝30分早く会議に出るよりも、そんな時間を自分の自由な時間にしたいもんね。例えば一杯のコーヒーをゆっくり味わうとか。へえ、そんなもんで一生棒に振っちゃったの。違うよ。一生棒に振ったんじゃない。コーヒーをおいしく飲んで30分間寝坊できる、そんな生活を本当にやるんだと考えたからさ。どっちにしても変わってるわよ、あんたは。そうかな。変わってるわよ。君の旦那さん本当に蒸発しちゃったの？2年にもなるわ。もちろんあんなぐうたら当てにもしてないけど。新しい人生が始められそうだ。え？何？いや、新しい人生が始められそうだと言ったのさ。そう。ねえ、お風呂行かない？一番風呂、気持ちいいわよ。来たかさっさ、ドン。あ、どこになった？アギダ名物初盛りはだはだおまでおまぶりこ。ん？これ？こっちのがいいな。あ、これくださいな。おらー！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 警察へ届けた方がいいんじゃないの？私もそう思ったんだけどね。会社の方でなんか手帳が見つかったからもう一日待ってくれって言われて。パパいなくなっちゃったの？そうじゃないのよ。お仕事でね、仙台行ってんのよ。蒸発しちゃったんじゃないの、パパ。蒸発って何？あのね、一応。だってこの間テレビでやってたもん。ねえ、お姉さん、お兄さんに冷たいわけじゃないんでしょ？ううん、そりゃあの人はどう感じてたか知らないけど、やっぱりそんなことないわ。そうよね、私微笑ましい家庭だなと思って見てたんだもん。あの人、課長にさえならなければよかったのよ。なぜ本人が出世しなくてもいいっていうのに、周りで無理やり押し付けなくちゃいけないのかしら。そりゃ会社の機構だとかなんだとかって個人の勝手は許されないんでしょうけど、あの人の場合欲張ったわままじゃないのよ。怖いわね。何の不満もなく暮らしてた男がわけもなくひょっこりと姿を消しちゃうなんて。結構毛だらけ、猫灰だらけか。おかえり。
ほら、コーヒー入れといたよ。悪いんだけどお願い。外出てってちょっとだけ。ついてきちゃったのよ。付き合いが古いの。まだ飲み足りないなんて言うもんだから。ね。あ、ダメ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 。ね、窓から出て。よし。本当にごめんね。あ、大丈夫？あ、ごめんね。どうぞ。散らかってるけど。どこ返してよ。これを嗅ぐとあの人たちが来るのが見えるのよ。どっこの胸に銃剣をブスッと突き刺してくれる素晴らしい鉄兜の男たち聞こえるわ。じゃあ勝手にしろよ。ねえ、ザクザクで。やめたまえ、死んでしまうぞ。返してよ。いかんいかん、返すわけにいかんよ。なんだてめえはよ。いや、見てくれ悪いくせにいきなりがあってよ。おいさ、自分だってやりたいことのできた若い時代あったんだろ。おい、行こう。自分のやりたいことができた時代か。寒かったでしょ。あの親父すぐ帰ったの。お冷やをね、2杯グーッて引っ掛けたら、じゃあこれでだって寂しかった。ごめんなさい。仕方ないじゃないか。歌ちゃんには歌ちゃんの事情があるんだから。さあ帰ろう。あっ、やだ、切れちゃったわ。よし、さあ、おぶってやるわ、アパソン。やだ、いいじゃん。だって悪いもの、いや、おあ、つよ。いや、いや、いや、一番。うたちゃん。結婚してくれ。え？だってあんたには奥さんと子供が。蒸発した旦那さん、席はそのままだろ。僕がウタちゃんの旦那さんの名前をもらう。戸籍をそのままもらっちゃうんだよ。じゃああんたはどうなるのよ。犬飼一郎はこの世から消える。つまり自殺する。もちろん本当には死なないよ。自殺しちゃったと見せかけるんだ。そんなことできるの？できる。ずっと考えてたんだ。僕のうちにはね、300万ぐらいの貯金がある。そのうち200万はこっちがもらっちゃう。どうせ女房の方は会社から退職金として100万以上もらうんだから構わないさ。そしてね、通帳にメモを挟んでおくんだ。悪い男に騙されて200万渡さなければならないことになっちまったら許してくれ。いいか、聞いてくれ。偽装自殺はこうしてやるんだ。僕は目的地に向かう。
一通は女房宛て、もう一通は会社宛て、つまり遺書だ。どうだい、グッドアイデアだろ。そんなにうまくいくかしら。いくさ。僕はね、歌ちゃん、君にこんな生活をさせたくないんだよ。200万円あればなんとか新しい生活ができると思うんだよ。あんた本気なの？私はこれ以上変わり寄らない女よ。家庭の奥さんみたいにお上品にはなれないわ。それでもいいの？いいとも。むしろ変わらないでほしいよ、歌ちゃん。歌ちゃん。課長、話しましたよ、随分と。どうしてここが？これですよ。課長も隅に置けないな。ごちそうさま。ごちそうさま。平和すぎたのね、今までが。女のことはいいわ。私が我慢すればいいんだから。肝心な時にはいつも黙ってしまうのね、あなたって。とにかく、今度のことは水に流しましょう。行ってきます。行ってらっしゃい。どうぞ。うたちゃん。犬飼さん。うまくいったよ。消失計画見事成功だよ。え？計画通りやってきた。俺を殺してきたよ。これは君のものだ。私、このお金受け取れないわ。何を言うんだ。これはね、僕から君へのささやかなプレゼントなんだよ。心よく受け取ってくれよ。でも私何にもしてあげられないのよ。君は僕に大きな、実の大きなプレゼントをしてくれた。それは解放だ。会社からも妻子からも解放してくれた。そう、犬飼一郎はもうこの世には存在しない。死んでしまったのだ。ここにいるのは犬飼一郎じゃない、君の夫森克夫だ。そのことなんだけど。心配するなって。今日から僕たちは夫婦じゃないか。早速マンションでも借りて引っ越そう。二人だけの新しい生活を始めるんだよ。いいね。泣くなよ、歌ちゃん。僕だって嬉しいよ。熱いものは込み上げてくるよ。ぐっとこらえてんだ。あんた早くここから出てって。何言い出すんだ君。何も言わないで私の言う通りにしてお願い。どうしたって言うんだよ、歌子。お、なんでこの男は。歌子、この人は
誰だよ、おめえは。僕はね、森克夫、歌子の夫だ。森克夫？この野郎、ふざけやがって。この野郎、やめて。ねえ、あんた、やめて。決めて誰だよ。俺が、俺は森克夫、この女の亭主だ。ごめんなさい、帰ってきちゃったの、いきなり。そんな、あ、おい、人の女房に手出しはどんな風になるのか知ってんだろうな。これだ、これ、やめて。また刑務所に逆戻りするわよ。紹介しよう。こちら大阪支社から栄転した上村課長だ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。こちらが柏係長。よろしく。八木君。よろしく。おい、とんだどんでん返しだな。勲章取り損なっちまったよ。見ろよ、あの晴れやかな顔。やっぱりサラリーマンには、いや、人間には絶対勲章が必要なんだ。それは出世することだけが勲章じゃない。人間自分に、現在の自分に満足しているときは、それが本当の輝かしい勲章をつけた晴れ姿なのかもしれない。平和な夫婦って何？平和な家庭って何かしら？嫌よ、嫌よ。今平和に暮らしている私たち夫婦にだって、いつかお姉さんたちみたいなことが起きちゃうなんて。一体何を信じて生きていけっていうの？怖い。怖いわ、人間の平和なんて。怖いわ。人間の平和なんてすぐアンバランスに崩れちゃうもんなのね。私にはあの人がまだ死んだとは思えない。どこかであの人の納得のいく生き方を始めているんじゃないのかしら。サラリーマンの勲章を捨てて本当に自分の胸に飾れる勲章をもらおうとしているのよ、きっと。いずれこれよりごめんこむり運動の無駄を言う。うーはいはい、お気に障りもあろうけれどもさっさと出しかける。きたかさっさどんどっこいな。そうで、秋田名物、初盛り、はだはだ、おがでば、おがぶりこ。あー、どれどれ、のしろしゅんけ、山なっと、おうだてまげわっぱ。さばさっさ、とりさっさ、こいな。こら、秋田よいとこ、名物たくさん、東北一番だ。あーそれそれ、花山木山に花咲く公園、美人が舞い踊る。北がさっさ、恋がさっさ、恋な。ほら秋田の国。
ました皆さん今のお話を。あの蒸発してしまった犬飼いという男、あれからどうするんでしょうね。やがてはまあ奥さんと子供のいる家庭に戻るんではなかろうか、そういう見方もあるでしょうけども、私はそう思いたくないんです。彼はあのまま彼なりに彼のペースで淡々と彼の新しい生活を始めていく。それはきっと彼にとっては素晴らしい人生だと思うんですけどね。ではまた。霧の東京の真夜中、ある地下室で吸血鬼がよみがえった。白くよどんだ目が暗闇をうかがう。血が欲しい、血が欲しい、血が欲しい。夜ごと夜ごと狙われる美しい娘たち、一人二人、吸血鬼の口から真っ赤な血が滴る。絶叫が夜の帳を悲しく引き裂く。次回、吸血鬼の絶叫をお楽しみ。